プレイングマンティスは、イギリスのヘビーメタルバンド。1970年代末のノアブムムーブメントの代表格。叙情的な正統派ヘビーメタルを演奏するバンドとして、イギリス本国よりも日本での人気が高い。バンド名の由来は、途中に在籍していたスタンリー・カニンハムが、ステージでカマキリのようなアクションをすることからだが、初期の実施制作バ時には脱退していた。 1970年代中期に、ティノトロイとクリストロイのトロイ兄弟を中心に、ピート・ムーア、クリス・ハットソンの4人編成で結成され、当時はバンド名をジャンクションと名乗っていた。1970年代末に話題となっていた、ヘビーメタルディスコ、バンドワゴンの DJ ニール・ケーにデモテープを送り、1979年に EMI から3曲入りの自費制作 EP、 ザ・サウンドハウス・テープス2を発表する。ピート・ムーアに代わり初期のアイアン・メイデンから遺跡のボブ・アンジェロにクリス・ハットソンに代わりミック・ラムサムにメンバーチェンジを行い、1980年にインディーズからプリング・マンティスを発売した。アイアン・メイデンのメジャーデビューツアーで前座として同行するがメンバーはスティーブ・キャロル、デーブ・ポッツに代わっている。 同年のレディングフェスティバルにも出演。これがきっかけとなりアリスタレコードと契約を結ぶこととなる。1981年デビューアルバム、タイムテルズ・ノー・ライズを発表。ツインリードギターをフィーチャーしたメロディアスでドラマティックな楽曲、ヘビーメタルバンドとしては、稀有な美しいコーラスハーモニーに溢れた、その音楽性が評判となり、 多くのファンを獲得するが、同年末頃からマネージメントとの関係が悪化し、やがてアリストとの契約も切れ、アルバムも廃盤となってしまう。1982年には JET レコードと新たな契約を交わし、シングル Turn the Tables をリリースするも活動は順調にいかず、再びレコード契約も切られる。その後も度重なるメンバーチェンジやバンド名の解明を、 繰り返しつつ、活動を続けたが、いつしかシーンからその姿を消してしまった。この頃バーニー賞も参加していた。しかし、1990年4月に日本で行われた、ノアブム10周年記念コンサートをきっかけに、ティノトロイ、クリストロイ、デニス・ストラットン、ブルース・ビスランドの編成で再結成し、日本のポニーキャニオンと契約。1991年に、 プレデター・イン・ディスガイズを1993年にコリン・ピールを加え A Cry for the New World を発表した。一時、元マイケル・シェンカーグループのゲイリー・バーデンが在籍していたが To the Power of t e n とライブアルバムだけで脱退。1998年、トニー・オホーラを迎え2枚のアルバムを発表。2003年にはジョン・スローマン、トゥギー・ホワイトをゲストボーカリストとして ザ・ジャーニー・ r ーズ・ y o n を発表した。2009年、アルバムサンクチュアリを発表。2011年、通販限定シングルとしてメタルモルフォーシズを発表。初期の楽曲を現在のメンバーで再録している。ライナーには30人近くに及ぶ元メンバーの名前が記され、その中にはコージー・パウエルとポール・サムソンの名も見られる。2012年、 前述のシングルに6曲を再録し、日本限定でアルバム、メタルモルフォーシズを発表。1月に東京と大阪にて2日間のツアーが行われ、初期の楽曲で固めたステージとなる。音楽雑誌バーンでは、ネタバレセットリストが表記されるも、実際は全く違う曲順となった。2015年、アルバム、レガシーを発表。前作、 サンクアリーから約6年ぶりのスタジオアルバム。本作より、オランダ出身のボーカリスト、ジョン・カイ・ペルスと、同じく、オランダ人のドラマーである、ハンス・イン・ザントがバンドに加入し、新体制で初めてリリースするアルバムとなり、ツインリードギターとハイトーンボイスの原点回帰サウンドを蘇らせた。東京収録。2015年現在。ありがとうございます。